東京、ヤクルト、スワローズびっくりするぐらい借金を抱えての最下位だったチームが一気に高津監督になって若手も出てきて投打ビタッと合わさった2021年でしたがヤクルトはどう見てらっしゃいました補強ですあ阪神は新人というキーワードがありましたヤクルトは補強あの 外国人オスナサンタナサンタナ彼らにおそらくね、はい、あの貝を打たしてるっていうねああ,あなるほどそうなんですよねあそこを打たせるほど上位打線がやっぱり作れるっていうこれがヤクルトの今年の大躍進ですね ヤクルトも資料がつけやすいと申し上げましたが、オスナ五番のなぜかサンタナ七番なんですよ。ね六番に中村を入れてるんですよ。この意味。中村二番っていうのもあったね。二番中村もありました。で、あの、オスナサンタナを。分ける理由がさっぱりわからなかったんですが。ヤクルト戦をちょいちょい実況してると。あれ、話してることによって、微妙にこの間に入る選手が。バンとしたり。エンドランしたり。 絶妙なつなぎになってるんですよね。ねそう、そう、な、前こと打順をこう作り上げたよね。はい、これは高津監督のヒットだね。それともう忘れてならないのは塩見の成長だね。サイクルヒット落ちましたもんね。サイクルヒットも打つし、もう一、私はどう見たってあの選手は一番一番じゃないと思って見てたから。塩見選手の特徴は山田さんはどう。 そそもそも理解されてたすいや私はもう無茶ゃ振りの塩味ってからの <laughs> 確かにあのスイングは能力はすごいのは分かるけども大きくて身体能力高い系ですよね足も速いしね、はい、肩も強い守備どっちかっていうと守備固め来たり、はい、ダイソーで来たりしてた選手だからバッティングは雑だったからね、はい、これはもう一番がとてもじゃないけど一番じゃなくて7番とか6番とか用意ってねそっちらそのぐらいだろうと思った、はい、なんとなんと一番バッターとして成長して3割近く打ってですよ るようも狙えてですよ、えー、あの守備力だし長打も出てるし、はい、相手から見たらい嫌な一番バッターになったよねこれも大きいね、えー、もう坂口なんか使う道がなくなったそうですよヤクルトというとそれこそ坂口選手がいて悠平、うん、選手そう,そう,そうそう。で青木選手がいて、うん、あとそれこそまあバレンティン選手もいて、うん、割とヤクルトの外野も描きやすかったんですがちょっと年齢がかさんできて。 フル出場はどうかな、うん、でそれこそ山崎幸太郎選手がいたりだとか、うん、ヤクルトもいい若手が外野にポツポツ出始めてた中塩見選手っておっしゃる通りあんまり確率の高いバッターじゃなかったからそうどうなのかなって思ってたら今年右にも結構大きいの落ちますしいい選手ですよね。ねいい選手でですすよよねねねっっっててなったこれもやっぱり使使う方ですよ、ね、使う方方がやっぱり我慢して、うん そしてこうさっき言いましたけども、うん、自分でポジションを取らすだめ<ー>なら使わないよっていう、はい、あもう必死でやってるもんね分かるもんねあ<ー>、うん、見てたら塩、はい、<ー>見選手が一番に収まったで、うん、ベテランの青木選手、まあ、出たり出なかったりありますけども、うん、すごくガッツマンがベテランが先頭立って引っ張ってる、うん、それで山田村上だもん山田村上ときてピッチャー怖い怖いこの2人ね 山田村上がね一段階上がったんですよね実は<ー>考え方ですよ技術とかじゃないですよ、はいはい、これオリンピックですよ<ー>山田村上はね、はい、オリンピック行ったああいう大会を経験したことによってねやっぱチーム勝つとこなんぞやということはねチームとはんぞやということをやっぱあそこで少しやっぱ勉強してきたと思いますよあそうですかうん、うんうんうん やっぱりあのオリンピックに出た選手は結構あれ大きな出来事じゃないかな<ー>金メダル取ってこう一つの金メダルあるいはリーグ優勝日本一、うん、大きなチームとしての目標のためにさあじゃあ自分が何ができるか、うん、プロ野球選手というのはこの矢田さんのコーナーの中でも以前おっしゃってたもう個々基本バラバラで自分の給料のためにやってるんだと、うん、それでいいんだよそれでいいんだよでもところがあ,あいう こうチームのために大目標に向けて歩むっていう経験をすると、うん、意識が変わってくる,てくるんです、ね、それだからああいう主力ところを3番4番張ってるわけだから、はい、あチームはガチッとするよねただヤクルトっていうのは毎回私も毎年のように解説者の方々と順位予想する中で幾度にずっとピッチャーなんだと要はっていう話をしてたんですが。うん 今年はヤクルトの投手陣もローテーションも結構顔ぶれいますし後ろも石山投手からスタートしたけども途中マクガフ投手に変えて清水投手が去年同様、まあ、時には打たれることもありますが頑張ってるで忘れちゃいけないのは結構ビハインドの展開で投げる紺野投手とかシーズン序盤近藤投手とか大、うん、下投手とかよくよく見るとリリーフ陣そのビハインドで投げるピッチャーに。 割と勝ちがついてるんですよねそういうことなんですよねだからあのビハインドピッチャーが壊れかけた試合をなんとか踏ん張ってね踏ん張って789回で逆転して勝ちがついてるっていうしょっちゅう徳田原で踏ん張ってるよギリギリで4点差5点差になるともうダメなんだけど3点差ぐらいで粘るんですよね逆転で粘るそれとも打線が頑張るい。あの強力打線だからだから やっぱりチームがそういう試合を勝って乗っていくんだね。あれ気づけばあれ今日もまた今野が勝ち投手だとか、あれまた大西が勝ち投手だとか結構あるんですよね。今年のヤク,ヤクルトの勝ちの特徴だね。そういうことですね。だから強力な投手じゃないよ。他のチームから見たら。はい、大野雄大柳、うん、小笠原、うん、俺たちも負けてない。うん、抑え抑えラ。ライデルマルティネスの方がマクガフよりいいだろうって胸、ね、張って言えますもん。 八回、八回、また吉のほうが清水よりいいだろう。はい。サブウもいる。サブウもいるぞ。服もいる。服もいるぞ。どうだ。言える言える。うん。メンバーメンバーこう並べたら、それはドラ、はい、ドラの方が俺は上だ。ところが勝ち星とかは彼らにリリーフピッチャーについてるってことはやっぱ打線が七八九回リフレがしてるっていうショッそこの反発力がね、ヤクルトの方がやっぱり。 今年はあるあったということですよ。また隣の芝を多く見るんですけど、奥川っていうピッチャーもなんだかんだでいいですね。あのピッチャー良くなるね。あ良くなります。なる。もうちょっと良くなるね。成功法だもん。<え>最近には珍しいえど、どういうことですか？成功法、最近はね。最近のピッチャー。みんなフォームを工夫したりね。足上げて止めたり。 なんかクイックで投げてみたりっていう、ねはいはい、ちょっとひじ下げたりひ下げたりとか,、ね、りとかなんかもういろいろ工夫これいやこれはいいことなんですよ工夫するとか全然悪いことはない、はい、今の打線をバッター抑えるのはね簡単じゃないからそういうピッチャーも工夫するのは全然構わないんだけども、はい、私が奥川を見てたら全くそういうそぶりはないね成功法だねああ何かんか,なん,かなんかすごくすっきりします、うん、投げ方も綺麗といえば綺麗なんだけど悪い方をすれば いってシンプルシンンププルル。もう珍しい今三塁側の三塁側からしっかりあそこにスパイクをセットして,て、はい、足をきれいにベルトから上に上げて、はい、そこからスーッと流れるように、はい、止めたり何にもしないで、まっすぐが動くわけでもなくな<い>もうスピンの効いたー、うん、ピアっていう球で俗に言うフォーシームフォーシーム まあフォーシームって言ったらね、またアメリカから来たい言葉を使う。<laughs> 直球。直球。ほっと直球。でこう糸を引くようなボールをストレート投げれる150キロ。<ー>もうちょっと速くなるよ。あ、もっと速くなる、ね。速くなる。<ー>もうちょっと速くなる。あとね。そうね。3キロ4キロは速くなるね。<の>もうちょっと体が出来上がるから。あ、そうです。これからもう一回り大きくなるから。 これは高津監督なのか伊藤コーチなのか奥川って投げて抹消投げて抹消投げて抹消で大体10日間ぐらい空けて使ってたんですがこれはやっぱりまだ2年目だから 2>, 2年目だしねそ,それほどやっぱり球数投げれないですよまだああ<ー>うんまだはい、はい、これはこれでいいんですす、ね、これでいいですこれで,いいで,すでどんどん白星がついていって自信になってるっていう,てもう段階が段階一つ上がったって考えたらいいですよ うん、じゃあまた来年以降楽しみだともう故障さえしなかったらねだから故障させないでしょうあの高津監督も伊藤コーチも大事に使ってる、ね、こだけど最近の,あのどこのチームもそうだけども若い選手が結構出てきてる野手じゃなくてピッチャー出てきてるけども、うん、大事に使ってるよねそうですねロッテの佐々木朗希に関してもそうですよねそ,それもそうだしあのオリックスの宮城でもそうだし、ね、宮城もそうですねそんなに無茶して使ってないから。ああ うん、その辺はみんなあの分かってて使ってやってるんじゃないのかなと思うね。私は全く違ったからね。<laughs> ダーンといかなきゃ投げろ